埼玉県の北部に位置する熊谷市。歴史とスポーツの街を巡るアクティブな旅へ。ラグビーワールドカップの舞台にもなったラグビータウン熊谷。街の至る所にラグビーに関連するものが点在しています。それでは行ってきます。そんな魅力あふれる街をレンタサイクルで巡ります。早速向かったのはキャップラガーズ。世界中のラグビーグッズはもちろん、あらゆる角度からラグビーの世界を楽しむことができます。すごい。よし、これにしよう。これ買います。うん、かわいい。大迫力のラグビースタジアムが目の前に広がる光景はまさに圧巻。熊谷はラグビーだけじゃありません。サッカーや陸上、ゴルフなど様々なスポーツ施設もあるんです。広大な芝生広場で私もラグビーに挑戦してみます。で汗をかいた後はレンタサイクルで縁結びで有名な目沼エリアへ。築100年の古民家を改装した大福茶屋沢田は、レトロな建物と可愛らしいアートが共存する魅力的な空間です。お目当ては名物縁結びあんみつ。幸せ。元気をチャージした後は日傘を借りて縁結びの神様が祀られる正殿山観議院へ。国宝にも指定されている観議院正殿堂。色鮮やかな本殿の彫刻は迫力満点。思わず息を呑む美しさです。清景園はゆったりとした時間を楽しめる熊谷屈指の癒しスポット。茶道体験ができるとのことで、私も教えてもらいます。旅に美味しいお土産は欠かせません。訪れたのは明治20年創業の老舗和菓子店堀内製菓。名物五花棒は地元の人に愛される熊谷を代表する名菓なんです。美味しい。元気があふれるエネルギッシュな街熊谷で、ワクワクする旅をあなたもぜひ。